皆さんこんばんは、スルベイです。2024年4月21日、前回と同じ日にちにはなるんですけれども、時間にして22時8分時点での撮影となります。前回の動画でもお話ししたんですけれども、今日がね、19時からの生放送ということでね、ちょうど22時頃にその生放送も終えまして、私もちょうど生放送の方をね、見に行っておりました。ちょっとやたらと画面が重かったイメージもありましたけれどね、今はちょうどアーカイブっていうのかな、生放送の内容のものっていうのはね、一回放送されたものはね、それ以降はね、好きなところからね、自由に見ることができるようになっているので、それ以降ね、また自由に見ることができます。内容を確認することができます。で、最近のね、ちょうど変更点とか、そういった生放送でのね、連絡事項などね、自分なりの言葉でちょうどまとめた、掲示板の方にまとめてちょっと記してみましたので、ちょっと追いながらね、紹介していきたいと思います。まずはね、これ前回の動画でもお話にちょろっと出したんですけれど、懐かしのぷよぷよシリーズと、黄色いサタンさんのね、特盛解放がありましたよ、という話ですね。それらしいことをちょうど書いてるところです。ちょうど、懐かしのぷよぷよシリーズについてはね、今は、ちょうど襲来クエの方にも登場したばかりで、クエストをクリアした時の、回数に応じてね、報酬もちょうどもらえるようになってます、限定ミッションみたいなのが登場してて、そちらでね、報酬を受け取ることができるようになっております。なのでね、これから参加、これからね、そういうカード集めていくよっていう方はね、ぜひともお見逃しなくね、そういうカードじゃないね、そういうアイテムをゲットしていきましょう。で、ここからがちょうど生放送でね、お話に出てきたことなんですけれども、一つずつ読んでいきましょうか。まずね、11周年の無料10連ガチャが10回、回せますよと。で、11周年記念。これね、9周年とかその時期にもあったような気がするんだけどね。10周年はちょっとよく覚えてないけど、9周年頃あったような気がする。5月1日より登場するガチャにて、無料で10連ガチャを10回回すことのできるガチャが登場します。10連ガチャを10回回す、ことが、できるんだけど、無料で回すことができますよと。10回目にはクロスアビリティのカード、星6を1枚確定でいただけるということでした。星6でね、星7のカードとして登場しないみたいな注意書きなどがあったのでね、ああいう冒険アルルさんとか、浮志具君とか、クロシェゾさんとかね、あと双剣シェゾさんとか、アタップさんとか、その手のカードは出てきません。その中で、クロスアビリティ持ってるのはね、浮志具君だけど、あのカードも星6がそもそも登場してないのでね、星7からのスタートとなるカードだから、この無料10連ガチャからね、運よく出てくるってことはありません。あくまでクロスアビリティのカードの星6の内容を1枚確定で回すことができると。運が良かったら、その間にフルパワーとか、フェスカードとかね、そういうカードと巡り合うこともあるかもしれませんけれど、私も過去に回したことがあるんだけれど、大半が一般カードでも、始めたばかりの人にしてみるとね、一般カードとは言ってもね、わりかしなんかこう、使っていくようなカードっていうのもたくさんあってね、使用祭だったり、トラップ職人だったりね、結構長期的に見てね、使っていくようなカードとか、そういうのも手に入るチャンスなのでね、
まあ、まだまだね、混ぜ混ぜなどでもそのニューカードが出てくるっていうね、プレイヤーさんの皆さんの段階、まあ、そういう育成段階の方にとってはすごく朗報な、ね、内容だと思います。まあ、もしもね、持ってるカードばっかり集まって困るってことがあったら、ね、スキルレベルを上げるのに回してもいいですし、あの混ぜ混ぜで星4から星6までね、うん、まあ10枚を10枚のカード、不要な10枚のカードを使って1枚のカードと交換してもらうっていうのが混ぜ混ぜなんですけれど、ね、それで新しいカードが出てこないか、まあ、運試しするのもまあいいかと思います、ね、で次にメインストーリーの新章シーズン2、これ冒険クエのことですね。冒険クエの新しいステージやストーリーの制作が決定となりました。まあ、なんか今年までにはなんかこの制作されるっていう話だったんですよね。生放送でのお話を聞く限り、まあ、すぐにというわけじゃないけど、だいたいまあ目安として10月ぐらいっていう話だったからね。でもまあ10月でそのねコンテンツがね、うん、実装されなかったとしても今年中にその制作する目処が立っていますっていうことは言ってました。その下の部分、生放送の段階では未定のようですが、初回しいただけるコンテンツという意味もありが、ね、まあそうね、冒険クエだからね、初回クリアで石をもらえるっていう、ね、クエストがまあずっと続いてきているのでね、新しいストーリーということになるとまた初回石をねもらえる内容となっていることと思いますから、ね、その続編の方にもね期待していきたいところです。もちろんまあストーリーってメインストーリーっていう名前もつくことからね、あのまた時空探偵とかね、タイムパラダイスとかね、まああとおなじみのキャラクターが繰り広げるドタバタ劇みたいなね、そういうストーリーも交えながらね進行していくような感じになってると思いますので、ね、そのあたりはまあ先への楽しみにとっておきましょう。そして次に、一時的に畑で育つ野菜の数が増加します。期間が2024年4月24日から5月14日。まあ、ゴールデンウィークがその間に挟まる感じになりますけれどね。この期間のみ、収穫できるお野菜の時間を12時間に短縮。まあ、確かね、従来だったら22時間だったと思うんですよ。それが、この期間の間だけ12時間。収穫迎えるまでの時間が12時間に短縮されます。そして、野菜の収穫量も通常の2倍、まあ、通常だいたい60本だとしたらそれが120本になるわけですね。あと野菜泥棒の再登場までの時間短縮っていう恩恵を受けられます。まあ、特になんかこう活動の多いギルド様だったらね、こういうねお野菜が2倍ゲットできて、その、ね、収穫できるまでの時間も短くなるということなのでね、それまで普段なんかお野菜をあまりね畑に植えることがなかった、まあ私みたいに畑使っても3つしか使わないっていうね、まあユーザーの方も中にはいらっしゃると思うんだけど、こういう機会のはこういう機会だったらね、野菜も特に多く集められるという恩恵もあるので、思い切って9個ね使ってもいいかなと思います。まあ、あくまで助言だからね、必ずそうしろって言ってるわけじゃないんだけどね。まあ、こういう環境だからこそ、ね、畑にいつもより多くの野菜を植えてみるのはどうかなという忠告です。ね、まあ、せっかくのチャンスだから、そこは生かさないとちょっともったいないかな、といったところです。そして、うん。まあ、次にね、11周年のパーティークエスト、ね、まあ、こういうカードが登場しましたよって話です。まあ収集クエって書いてますけど、正式にはパーティークエです、ね、まあ、訂正できないからもうここでは収集クエと書いた内容として読みますけど、ね、まあ、収集クエにてフルパワーのカード、闇の姫君ルルーさんのカードが登場します。まあ、星6として、まあ初めに収集アイテム100枚ぐらいで多分ルルーさんのね
本体のカード、ね、星6の内容として手に入るようになってると思うんだけれど、それにあのゲーム内のね、その収集のなんかこう進捗具合に応じてね、まあ、10万とか30万とか、まあ、50万の段階でね、それぞれ WS をね1枚ずつもらえる。でそれだけだったらどうしても星7にならないじゃないですか。で残り2枚はどうやって手に入れるかって言ったら、あのぷよポイントの方にね、その期間限定なんですけれど WS のところにね、まあ、該当するカードがね置いてあってね、1枚につき、まあ、5000ポイント消費してゲットするようになってます、ね、それが一応2枚置いててね、合わせて星7にする環境が整いますよっていう、そういう内容です。でもしもこのぷよピーが足りないっていう場合はね、まあ、救済措置なんですけれど、まあ、課金してそのうちの1枚はなんかゲットできるみたいなのがありますけれど、まあ、正直あまりおすすめしません。もうそれはあくまで最終手段として考えておいた方がいいと思います、ね、まあそうね、ぷよピー稼いでたら、まあそのぷよピーで手に入るんだから、そっちでね、まあ、やりくりした方がまあお財布事情には優しいという意味でね、そう言ってるんだけど、でまあリーダースキルはハート加速持ってて、うん、まあ確か倍率が4点、倍率がたあの倍率がね、あの攻撃力 4.8 倍、体力が 3.5 倍上がって、あの2つハートボ、うん、ハートボックスをね1つ消すごとにその加速2つなんです、ね、一旦の間にまあ1つのハートボックス消したら、まあ、2つだけれど、その後にもう1回ハートボックス消したら4つっていう感じでね、消した回数に応じて、ね、このハートボックスを消した回数に応じて他のキャラクターのスキル発動までのね、あのぷよ消し数っていうのがまあ2の倍数ずつ増えていきます。いや減っていく、ね、2の倍数ずつ減っていくっていう内容で、ね、まあ、ハート加速っていう意味ではね、以前登場したミラチャミさんとも、まあ、うん、まあ役割としては似てるところもあるから、まあそのカードをね彷彿とさせるところがありますけどね、うん、何かとまあ重宝しますよ。そして最初のターンの時にハートを、ね、ボックスを2つ作ってくれるのでね、もう1ターン目からそのハート加速を狙うことができます。まあ、残念なところはね、ミラチャミさんとちょっとスキル内容がかぶってしまうところかな。うん、相手の受けるダメージっていうところでかぶっちゃうから、同じように同時で使うのにあまりおすすめできない。まあ、向こうは連鎖の種もあるんだけれどね。連鎖の種に加えて受けるダメージだから。うん、どうしても役割かぶっちゃうからね、ミラチャミさんとこう、リーダーサポーをそれぞれ配置してっていう使い方はあまりお勧めできないですね。役割分担できなくなる。スキルには攻撃力回復量の減少、そして2ターンの間相手の受けるダメージを最大6倍まで上げてる。でこの6倍っていうのはフルパワーの状態だった場合です。フルパワーになってなかったら5倍です。あくまで星7の内容として見た時の倍率ですけどね。まああのフルパワーだからね、1回スキル溜まった後にもう1段階で、ね、あのキャラクターのカードの周りに 渦の巻いたようなマークがついてる、ね、その渦の巻いた状態だったらフルパワーの、ね、スキルの内容がグレードアップする、ね、そういう内容です。まあそういうカードをイベント内でね、まあ手に入れることができるのでね、まあ頑張り次第だけどね、頑張り次第手に入れることができるのでね、まあ、狙ってる方はぜひともね、このチャンスをね、生かしてね、無事にゲットするところまでたどり着きましょう。で、次に石配布のことです。その11周年イベントの時期で手に入る石のことなんですけれど、11周年ザクザククエスト。まあ、聞き慣れない言葉だったんだけどね、私も。そのザクザククエストと名の付く、ね、内容のものがあって、それを進めていくと最大59個の石をゲットすることができるらしいです。そしてあの
11周年のガチャガチャ、まあこれ9周年とか10周年にも確かあったと思うんだけどね、まあこれをね回すことで最低でも100枚の石をもらえます。でよっぽど運がいい場合に限って240枚の石をね手にする方もで、ね、もしかしたらいらっしゃるかもしれない。その間に、まあ、過去のイベントでもそういうのがあってね、まあ、運よく240枚手にしたって人も実際にはいらっしゃるみたいだから、まあ、その運が誰に巡ってくるかはわからないけれど、まあ、少なくとも100枚の石が確定というところだけでも相当、ね、恩恵は大きいので、ね、しっかりと手元に収めるにしてもね、その時期に登場する、まあ、ガチャに投資するも、まあ、そこはプレイヤーの皆さんの判断に委ねられるところだと思います。ね、まあそのあたりはまあ、ね、自分でしっかりとね答えを出していきましょう、ね、貯蓄するもそれを使うね、それを使って運試しするもそれはもうプレイヤーの皆さんし、であとね、そうそう、これも重要なことなんだけど、プログラムの一新に伴いカードストック数の上限を100増やすこともできる。カードストック、あのショップのところにね、あの石の数をね増やしてくれる項目があるんですよ。あの倉庫の拡張の画面があって、そのすぐ隣のところにね、あのカードストック数を増やすっていう項目があるんですけれどね、そのね、そこのところをね調整、そこのところの上限数が100増えるのでね、実質カードストック数100増えるらしいんですけれど、それを行うためには石20個必要になります。まあ、そのためにね、ゲーム内での石配布の数が、ね、通常より多めに、ね、設定されてたりね、まあ、ガチャガチャみたいなのが登場しているとも言われてますけれど、ね、まあ、このショップ画面をたどって、ね、ストック数にちょっとね厳しいな、ストック数を見た時にちょっとカードを置くことができなくてね厳しい状態だなって思う方は、ぜひとも、ね、手持ちの石の20個を使ってね、あのストック数の方も拡張しておきましょうね。まあ、これから先またイベントごとにね、そういう配布カードとかそういうのでね、また枠を取っていくのでね、100枚あるかないかだけでも相当違ってくると思うんです、ね、あとね、そうそう、さっきの話ね、11周年のガチャに、ね、11周年のガチャにて闇の貴公子サタカバさん、ね、の排出されるガチャがね登場するんだけれど、まあまあ、なんていうかな、生放送のね、あの視聴特典としての報酬アイテムとしてね、この 11周年のガチャチケットっていうのが10枚配布されるらしいんです。なので、まあ、実質ね、その闇の貴公子サタカバさんが現れるガチャをね1回だけ無料で回せる、ね、10連ガチャ1回回すのを回すときに、まあ無料で回すことができます。でよっぽど運が良かったらそのね該当するカードをねゲットすることもできますと、できることもありますというところ、ね、まあ、なので、まあこれもまあ正直運試しですね。まあ内容的にもねすごくね充実した、うん、内容と聞いておりますし、何よりあのフィールド効果もあるらしいですからね。まあ、うん、一応連絡事項としては私の中ではこんなところですかね。うん、まあちょっと言葉足らずっていうかね、まあちょっと不足する部分がもしあるようでしたらね、ぜひとも生放送のね、方をね、まあ今一度ちょっと確認されてみてください。まああくまでそれをもとに私も記したに過ぎないの、うん、まあ確かね動画の方では40分目ぐらいでねこの手の話がねずらりと載ってましたから、まあちょうど閲覧するっていう意味ではそれもいいかもしれない。で今回の話って言ってもまたなんか定めがねあるわけじゃないんだけれど、ちょっと生放送のお話の中でね、ちょっと機能についてなんかお話があった、応援会議の中でね、ちょっと意外とこの機能について知られてなかったっていう話が、ね、出てきたんです。ちょっとそれについて私もね、まあ、今回ちょっとお話ししておこうかなと思ってね。
まあ、内容っていうのがね、この、まあ、例えばまあこのカードでいいんだけどね、まあこの野菜特訓の画面がねあると思うんですよ。でこの画面でね、こうやってなんか一個ずつポチ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 なんか、ね、体力だったら体力のところを押して特訓、そしてそれが終わったら次の回復アップのところをタップして、ね、特訓で一つずつなんかね、うん、そのポチポチなんか押してる方はねいらっしゃるらしくて、ね、それのことをちょっと応援会議でね、こういうのが不便だからっていう話にねちょっと出ていたんですよね。まあ、その動画の中でも、まあ、こういう機能がありますよって解説があったんですけれどね、まあ、今一度私もそれはちょっと伝えておこうと思います。あのこの特訓、このドラコケンタウロスさんの名前が表示されているところのちょっと上に個別に特訓っていうのがあると思うんですね。これを1回タップしてやったらね、こういうまとめてレベル1特訓っていうのと、まとめてマックス特訓っていう2つのね、こう項目が出てきます。このまとめてレベル1特訓っていうのは、まあ実際にやってみますけれどね。まあ、例えばこの今光ってるところの一番下までまあなぞるとします。まあ、どの道このカード強化するからいいんです。野菜使っても。ね。まあ、こんな感じでね、まとめてレベル1特訓だから、ね、レベル1ずつまあ上げて、ね、次の段階、まあ、次の段階のね、強化をしていくっていう時に使います。で、これをまとめてマックス特訓にすると、まあ、こんな感じでね、一括できるんです、ね。この体力アップ1回やって、回復アップ1回やってっていう手間がね、大きく省かれるんですね。もう一気にもうここまでスクロールできました。まあそんな感じでね、まあこういう機能がありますよ、ということを生放送の方でね、お話しされてたのでね、ちょっと自分のところでもちょうど機能の説明をしているところだったから。うん、まあいい機会かなと思ってね、ちょっと機能説明という形で入らせてもらいました。あとまあそうだな、まあこういうキャラクターのことかな、特盛り特訓ボード、まあ少しずつ解放されてるんだけれどね、これについてもちょっとお話に出したことあったんだけどね、まあその当時と今とでちょうど分かったこと、分かっね、新しく知ったこととかもまあ出てきてるので、まずね、この特盛パワーっていうのがね、あって、あの特盛解放のページを開いた段階ではレベル1になってます。あの、そうだね、このキャラだともうマックスだから話し出しにくいから。誰かまあ手頃なキャラクターいればいいんだけど。あ、いたいた。ちょうど手頃な方がいた。まあ、シエルさんを例にしよう。この特盛パワーっていうのがあってね、これのレベル0か。まあ、0から始まって、レベルマックスの状態だったら、レベル10まで上がるようになります。で、これをね、このレベルを上げるためにはね、まあ、こういう石を使ったり、石を使ってこういうふうに上げたり、まあ、こうやって上げてレベル10にしたりね。あとね、もう一つ方法があるんです。あの、同じ、ね、柄のカード、ね、まあ、元となるカードの星6のバージョンのカードを30枚集めてね、30枚ともこのレベルアップの画面で使うっていう手段もあります。まあ、キャラクターってところにね、その場合ね、キャラクターのところにシエルさんの星6カードが出てくるので、それをタップしてやってね。そうして、それを繰り返しているうちに、まあ、レベル10を迎えます。で、このレベルが10を迎える、ね、レベル10を迎えた段階でできることなんですけれども、まず衣替えです。レベルがもう10になった時点で、あの、キャラクターのデザインが一新されて、あの星マークがつくような、
ね、このカードはまあ特盛レベルマックスまで上げ切りましたよという、ね、サインのためにね星がつくわけですけれどね、まあ、カードが一新されます。まあ、それ以外でも特典があってね、まあ、今ちょうどこんな感じでね星のついたキャラクターの並んでいるねデッキを作っているんだけれど、まあ星のついたカードを1枚につきね、うん、1枚につきっていうか、まあ、まあ2枚ごとにか、まあ、2枚ごとに星のついたカード2枚ごとにあの収集クエストっていうかな、あの素材とかなんかこうパワーアップ素材とか集めるクエストあるじゃないですか。そこでいただける報酬の枠っていうのがね追加でね増えるようになってる。あの星のついたカード2枚につき、まあ、枠が1つで4枚で2枠3枚で3枠、うん、で8枚で4枠そしてサポート込みのサポート込みでまあ10枚、ね、星のついたカードだったらね5枠といった感じで、まあ実際にちょっと遊んでみますけどね、あの例えばまあタスタス遺跡を遊びに行きます。で今星のついたカードいますけれどね、まあ、ちょうど私持ちキャラにアタプーさんがいてそちらの方でも星のついたカードだからね全部星がついてますね。でこれでちょっと一回遊びに行ってみます、ね、まあ実際にこういうのはね話するよりねどういうふうに違いが出るかっていうのを見てもらった方がね違いが分かると思うんで、ね、そっちの方が手っ取り早いし、まあ、違いが分かりやすいと思うんでね。まあこんな感じで遊んでいきます。ね、まあキャラクターに星をつける意味でね、星をつけるメリットといいますか、ね。まあ枠数が増えるからね、1回あたりのね、こうアイテムゲット数が増えるからね、効率が上がるんですよ。まあ単純な話ね。特に周回プレイとなるとね、集めたい素材がそれだけ集まりやすくなる。相当便利だ。意外と硬かった。意外と戦ってみると硬かった。で、最終ステージ。でまあクリアしました。でクリアした後の画面です。でこの下の特盛ボーナスっていう枠があるんですよ ね。通常だったらね上のところのね獲得したカードの5枠までの報酬までしかもらえないんですけれども、今回ちょっとデッキに当てはめたキャラクターのカードっていうのが全部星付きでね、パワーの合計がレベル100って表示されています。パワーの レベルが100だったらね、この5枠確定で、ね、まあその、収集するアイテムの個数っていうのを追加でもらえるの。なので、星のついたキャラクターをたくさんデッキに加えた方が得なの。こういう特典があります。まあ、上げるの大変ですけどね。でも、割とね、こう、活動的なギルド様だったら、そういうメガ泥棒さんとかをね、まあ、自分も倒したり、まあ、他の人に倒してもらったりとかね、まあ、やってるうちにね、まあ、その、レベルを上げる石っていうのも、ね、手に入るようになってる。
ね、それを駆使してレベルマックスにして衣装替え、そしてレベルマックスにするっていう目的を叶えることはできます。でそれ以外の項目にもね、こういう特盛クリティカルっていうのがあります、ね、でこの橙色のね石が今出てると思うんだけどね、これを、ね、当てはめることで、うん、まあなんていうかな、まあ、最大まで当ては最大レベルのやつを当てはめたら発動率 5% でダメージアップが、まあ、1.5 倍という恩恵が受けられます。まあ、5% の確率でね、通常与えるダメージの 1.5 倍のダメージを与えることが、ね、与えることが、ね、できると、まあ、クリティカルが発生することがありますよという、もうそういう内容です。で、下にある特盛スキル。まあ、これはシリーズごとにね、シリーズごとに内容はちょっと違ったりするんだけれど、ね、天使シリーズだったら、こんな感じでね、まあ、文字ちっちゃいから多分閲覧されてる皆さんは見えないかもしれないけど、ね、あの味方全体の回復量を上げる内容です、ね、まあ、1.1 に始まって特盛サポートスキルレベル2で 1.2 倍、ね、レベル3で 1.3 倍っていう感じで増えていって、最終的にレベル10までレベル10の石を当てはめた場合はね、味方全体の回復量を2倍にするっていう効果です。まあ、これね、ただ単にレベル10の石を当てはめればいいってもんでもないです。あの内容にもよります。まあ、今回の天使シリーズの場合はね、まあ、0.1 ずつ増えるという規則的な変化があるから、まあ、レベル10を当てはめた方がね、より恩恵を感じられるというね、ものがあるんだけれど、まあそうね、魚シリーズだったら分かりやすいか。魚シリーズまだ作ってないか。まあ、カードによってはね、あのレベル7からレベル10の内容は変化しないっていう場合もあるんですよね。で魚シリーズに至ってはあの1回タフネスにするっていう内容なんだけれど、レベル1でもレベル10でもね、タフネスの回数1回なんです。だからレベル1当てはめた方がまあ得なんです、ね、だからまあもしもこの下にあるね青い石を当てはめるとき、特盛スキルの方にね青い石を当てはめるときっていうのは、必ずこのハテナ、特盛サポートスキルレベル0の横についているハテナのマークチェックしましょうね。これによってどういうふうに数字が変化するかっていうのをね下調べしておく。でもし変化を途中で変化しなくなったとかね、そこから数字が上がらなくなったっていう場合はね、その数字の上がらなくなった最大の数字のところで止める。で例えばレベル7からレベル10でね数字が変わらないという場合は、もうこのレベル7のところでね、レベル7の石を使ってもそれ以上の使わないとかさ、そういうふうにしておけば、まあそれ以外のところでレベル8以上の石は使っていけるわけじゃないですか、ね、それ以外のキャラクターの時に使ったらいいんだからね。まあそういうふうにして、まあ石のね方も管理することができるのでね。まあこの機能についてはね、遊び慣れてからで少しずつね、いじっていくような感じになると思いますけれどね、まあ、少しずつ慣れていってからの話です。まあ、こういう機能もありますよ。で一応追加機能としてありますよ。であともう一つ話すことがあった。この特盛スキルね、さっきちょっとお話に出した特盛スキルだけれど、これ、ね、特盛サポートスキル。まあ、これに、まあ、これに振った分はね、ここで、まあ、レベル1でもレベル10でもいいんだけれどね、まあ、青い石を当てはめたとします。で、その上で、デッキのね、まあ、1番以外でもいいんですけどね、2番から5番の、ね、サポートじゃないな、2番から5番のね、枠のところにね、キャラクターを配置したとします。まあ、その場合でも、普通に発動します、ね、この回復力を上げるっていう効果は、まあ、デッキの2番目から5番目に置いていても普通に発動します。別にリーダースキルじゃないから。だから、まあ、そういう追加効果をね、2番から5番の枠に当てはめることによって、ね、まあ、謎理数だったり、こう、チャンスプレイを作るタイプのカードだったり、いろいろありますけれど、
ね、まあ、そういうカードを当てはめてゲームをいくらか有利にね進めるっていうこともできるので、ね、まあ、内容として見た時にこの、ね、内容はね、まあ、今後使っていくかなとかね、リーダースキルに謎理数はないけれど、なんかこのキャラクターを入れて強制的に謎理数増やしたいなとかね、そういった時は、まあ、あえてそういうカードを、ね、2番から5番に当てはめるなり、リーダーに当てはめるなりねして、まあ、その上でその追加効果として、まあ、隠れた効果としてね謎理数増やしたりっていうような、そういう遊び方もできたりするのでね、まあ、目星内容があったら、まあ、ちょっとね青いし、ちょっと青い石をね当てはめてみるのもまあいいんじゃないかなと思ってます。まあ短いかもしれないけれど、今回はここまででお話を切り上げます。まあ前回のお話が1時間ぐらいかかってたから、まあ普通はこんな感じなんです。うん、まあ大まかにはもうこのぐらいでね、機能の説明だからこのぐらいで終わるんだけどね、前回はちょっと幅が広すぎたからね、やたらとお話が混んでしまった。まあ、そういうことですのでね、ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした。まあ、11周年のイベントも楽しんでいきましょう。それではまた。